バカ野郎そうですね、なんかこればかりはなんて仕方のないことだと、そう、誰も悪くないけどね、やるせないね、本当に。本当にそう。名前が似てるって何？面白い。そう、悲しい、悔しいですよね。そうなのよ。誰も悪くなくてやるせない思いが、そう。そうなのよね、本当に。追加で、え、あちらはできるんですか、イベントは。できるのかな。ねえ。まあ、やっぱり人の流れを止めるというあれなのでしょうけど、うん、やっぱりでもそう、もう本当に一番最初の頃からそのもう稽古1日目から、え、待って、すごいすごい画面今めっちゃ遅れてた、一瞬怖っ。稽古1日目からそうマスクして、あ、1日目からかな、1日目からか、フェイスシールマスクしてフェイスシールドしてってやってて、ずっとそうそうでやってたりとか、あとはなんだろう、その稽古場に入る前に外靴を消毒して消毒して、で靴の下駄箱に入れて、でなんていうの、そのレッスン靴的な稽古靴も消毒してから履いてっていうのもやってたりとか、本当にめちゃめちゃ感染対策は本当にもう今までで一番バッチリでって感じで、すっごい徹底してて、そうそう、それでそうなんですよ。スタッフさんとかもね、皆さんすごいそういうのやってくださって、そうそう、ね、すごいなんかその、まあ、いきなりだったから、いきなりだったからやっぱり中止っていうのがね、なんだろう、心にぽっかり穴が開いた感じがします。今まだ本当になんか今日一日何もなかったんですけど、本当にぽっかり穴が開いてて、なんかずっとジップキャンのこと考えてました。本当に写真見たりとかね、なんか寂しいなーと思って、まださ、そっち、そう、まだね、しっかり、昨日の今日なので、そう、昨日聞いたので、私たちは。昨日の今日なので、まだ、なんていうんですか、そういう気持ちは拭えないと言いますか。そうそうそう。だからね、またいつかね、この、今回のメンバーで、バナキャンディできたらいいなってすごい思ってます、願ってます。今願うことしかできないですからね、本当に。そう、初舞台だったし、なんだろう、本当に本当に共演者の皆様が本当に優しくて、本当に
めちゃめちゃ稽古の雰囲気も良くて、その成瀬さんもすごい面白い方ですし、そうすごい素敵な座組っていうんですかね。で本当に初めての舞台がそうこのジップ&キャンディーで良かったなってすごい思って、でなんだろう、まあ、初舞台がじゃなくて初稽古がっていうんですかね、稽古も舞台も初めてだったし、お芝居自体が初めてだったから、その初めて一緒にね舞台をやるってなったのがこのジップ&キャンディーでっていう作品で、この今回の出演者の方々で良かったなってすごく思います。本当に素晴らしい出会いと経験をさせていただけて良かったです。本当に優しいんです皆さん。なんかその私とクララ、まあ、スカイ役ダブルキャストでやってたんですけど、やっぱり本当にもう本当の本当に初めてだったので、もう声も最初は出なくて、動きもね全然できなくて、もう本当にピーンって立ってるって感じだったんですよ最初は。本当に一番最初はそうなんですけど、そうでまあその一番初日はね2日目3日目とかから少し早めに、なんていうの、その早めにお稽古をやらせていただいたり、すごいいろいろもうあのなんてなんだろう教えてくださって、そう、ここに地球機関連合で一緒だった田中さんって方がいるんですけど、そう、その方は本当にずっと一番最初から本当にねいろんなことを教えてくださったし、他にもですけど、なんか役の中で絡みがない方もそう、ここした方がいいと思うよって話しかけてくださったりとか、本当に優しい方々ばかりでした。でそう、まあ、最初は本当に声も出ないし、そうすごい直立してたんですけど、ですごいもう何もできなくて、もう本当に不安でしかなかったんだけど、だんだんね稽古やっていくうちにちょっとずつ動けるようになってきて、ちょっとずつ声が出てきたねって言われるようになってきたりとかして、でちょっとずつ楽しめるようになってきて、すごいなんていうんだろう、その本当に楽しくてワイワイしてて明るい方々ばかりで、本当にすごい見ててめちゃめちゃ楽しくて、そう本当に楽しかったって、本当に素敵な座組でした本当に。ね本当にだよ本当にだよとか言って、そうなのよね。だからこの方々と一緒でよかったなって思います。でも本当にねプツンってね切れちゃったので、初舞台がこういうふうな形で終わってしまう、初舞台の予定が終わってしまうっていうのはもう考えてなかったので、またね本当に思います、この皆さんとこの作品を絶対にいつかやりたいってすごい思います。ね、必ず本当に願ってる、それは。そう、
当に願ってます。って感じです。まだまだ心にぽかり穴が開いてる状態ですがそう、なんか聞きたいこととかありますか？ないかな。もう毎日笑ってましたわ、稽古で面白くて。おしゃべりできた気分。でも一人一回ずつぐらいは多分お話できたと思います。うん、私の記憶上では。でもやっぱりその本当に急だったから写真は本当に撮れてない方もいますそう、そのジップ役だった岩田春樹さんとかがね、まあ毎回あいつか写真撮りたいなとは思ってはいたけど、その最終日に他そのお仕事があっていらっしゃらなくてだからもうなんかあれが最後だったんだって感じでした。舞台練習してみて感じたことありますか？難しいっていうことです本当に難しい。やっぱり国語得意でやりたかったっていうのは思った。そう、メンバー以外の方々と絡む機会というかね、お話しする機会とかないから本当になんか乾燥してきた本当になんかすごいお話がめちゃめちゃ面白くて楽しかったです瀬名丹自身がもう一番成長できたなって思うこと。でも声の大きさもうこれは本当にもういろんな方から言われるから、これなんだろうなって思います。表現するのも難しいし、やっぱり一番最初は自分が自分のセリフを言うことに精一杯すぎて他の方のセリフを聞けないんですよ一番最初は。でどんどん聞けるようにはなってきてるところだったんですけど、本当に乾燥してる そうだからすごいそう言われます。声の大きさが一番言われる すごいなんて言うんだろう、そのお世話になった方々にそう連絡もしたんですけど声のことを結構書いてくださる方多かった。ちゃんとした発声って習わないとないもんね。だって発声、そうなんか発声なんか私はこれが初めてだからわかんないですけど、もう今回の稽古とかは普通にじゃあ始めます、じゃあここからどうぞって感じでやってましたね
ねえ、やだ、乾燥してきた、やだ。この間の保育園今日見たらみんな なんでここでつまずくの私。みんなとか 2,3 人で歌ってもセナダの歌がすごい聞こえるなって思った。だってうん、それはじゃない、歌声うるさいでちょっと有名じゃん。私有名ではないだろうけどそれはどうなんだろう。発声練習、うん、なかったです。そう、割と時間がないなかったらしいからって感じゆうりさん来る、ゆうりさんはそうなんかね、行きたいって思ってたって言ってくれてたよ。絶対見に行こうと思ってたって言ってくれてたよ。そう、余裕で挑める。いや、そんなわけ、まだまだなんかやっと今までマイナスだったのがやっとゼロになったぐらいだと思いますよ。声高いの、私声高くないですよね。初舞台セナタンキャスト選出きっかけとかあったんでしょうか。それわかんないんだよね声出そうとしてはめっちゃ出るイメージ。あ、はい、すいません。そうなんだよね、なんかそうなのよ、そうなのよとか言って。まあでもちょっと水分のおかげかなとも思います。吹奏楽やってたおかげかなっていうのもちょっとは思いますなんか一番最初はさ、大晦日公演だったじゃないですか。大晦日公演最初だったし、そう、出さなきゃ出さなきゃって思ってめっちゃ大きな声で歌ってたらめっちゃ聞こえたってみんなからファンの方とかね、まあ、みんな言われて、ああれうるさかったのかなって思って、まあ、次方向に出た時はちょっと控えめにしちゃってたけど、でも声出した方がいいっていうのはねあるのでまた次からもう声を大きく出すっていうのがまず一つ目、まず第一に肺活量自信ないんですよ。肺活量の自信はないんだけどね。セナタの成長見れるとよかった、嬉しい。セナタは声高いイメージがある。嘘だ、え、本当に私声高いかな、これ高い今。個性を控えめ。いやでもそうそう、まああれですね、多分段階があるんですよね私のレベルだとまだ全然うまくないんであれですね。うまくなったら多分そういうのを考えながらやらなきゃって感じだけど、まあ、そこの段階までいけてないですね私。意外と低い。だって歌声が高い。だってそうかな、劇場公演の時は高い。だって劇場でこの声出してたらなんかテンション低いのかなって思うじゃん。高い方が良くない今も出そうと思えば出せる高い声、そうそう そんな感じですね。本当にまた、ああまたジップキャンやりたい
あなたの一番星、そんな声じゃなかったっけ、わかんないわ。わかんないな。突然、そうね、突然でした。突然でした。急でびっくり、ごめんごめん。ごめんね。私はあの方々とあの作品をやりたいという思いしかないです、今は。それでしかない、その思いでしかない。なんか、うん、次また舞台出れたらいいねっていうのも、まあそれもまあ嬉しいけど、やっぱりあの作品をあの方々とって、うん、ポニーテールはメイクさんですよ。スカイの衣装着てやってるのは。そうそう、もちろん。ジャンプポイントは慎重ですね。クリスマス頃にできて、クリスマスになったら絶対に思い出す、絶対に思い出す、本当に。クリスマスになったらマジで思い出す。ていうかさ、ていうか今日普通にあの歌歌ってた、なんか気づいたら。びっくりしちゃった。あ、歌ってる、悲しいと思って。うん、そうそう、クリスマス絶対思い出すわっていう話昨日もしたな、してた。そういえば昨日、うん、家にいる時何してること、動画見てますね。なんかやることないなって感じで。喉カラカラだから歌えない。本当に本当にサッキーさんって面白い。そういう面白いじゃないんだけど。ナチュラルに。本当に素敵な方々でした。なんかそう、嬉しかったのが、またこのなんていうの、落ち着いたらそのライブとか見に行きたいって言ってくださったんですよ。言ってくださ、ねえ、手がカサカサなんだけど、ハンドクリームこの部屋ない。ね、そう、なんかそう言ってくれるのってめちゃめちゃ嬉しくないですか、本当に。このメンバーの書類見たりするの、たまーに、本当にたまーに。でも最近は本当に稽古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 って感じだったんで。だからね、見に来てほしいなって思いました。そう言ってくれたの
そう言ってくださっ、そうさ、もう今までありがとうございましたっていう連絡をした時にそうやって言ってくださってめっちゃ嬉しかったそう、だからね、みんなに見に来てほしいみんなに見に来てほしい、そしたら会えるじゃんからみんなに見に来てほしい、うん、でもそうやっぱりさ、もう皆さんも忙しいから、私そうなんかこっちが出るスケジュールとこっちがなんていうの、そのライブとかなんかさ、いろいろ劇場とかに出る日とそのねスケジュールとか あったらって感じじゃないですかね。ね、嬉しい、そうやって言ってくれるの。今ももにしももかさん配信してるんだけど、せなたのこと褒めてる。嬉しい、ももかさん、ももかさん本当に本当にすごい本当にすごいです、本当にすごいなと思ってずっと見てました。みんな、そう、みんな絶対このメンバーで、そう、私もまた次ができたら、そう、その時のためにもといろいろね、いろんなこと経験して吸収していたいなとも思いますしね、アイドルしてる私たちもまたいっぱいいるのでね、キミメンバーそう見てもらえたらいいなって。クララとセナタのこと被っておりました。あらあら嬉しく思いますうん、確かに、え、止まっちゃったね、びっくりびっくり、なんでだろう、なんでだろう、ちょっとなんでだろう、ただいま、見えます、見えますか、よかったよかった、危なくないよ私の画面が止まったもんだって今びっくりした、携帯めっちゃ熱かった、好きなセリフあります、だってこういうのってさ、こういうのって言っていいやつダメじゃないダメじゃないね、まあ中心にはなったけどね、充電は大丈夫ですよ、充電してるから、まあ言わないですけどね、じゃんけん強い、だってなんか勝った人がこれやらなきゃいけないよって時には勝てる、勝っちゃいます、で負けた人がこれやりなさいってなった時は負けます、そうそう、だからまあ要は弱いってことですよね、相変わらずガードが硬い、はい、私はね硬いんです、口は、口が硬い人間です、そう、私本当に運がないんですよね、運もタイミングも悪い人で、すいません本当に、もう本当にもう最近もう何回思ったことか、これ本当にそう、
え、なにそれ、おすすめしてた、だって気になる。セナタンが AKB 入ってたから何してた。いや本当にだから分かんないです、何してたか。タイミングいい方だと思ってる。おっとアイドルしか似合わない。あらあら嬉しいね。本当に素敵な方々だったな。やりたいバイト、私パン屋さんやるとか。バイト、パン屋さん、パン好きだからパン屋さん。なんかこのバイトの話とかもしたんですよ昨日昨日したんですよ。なんか寂しいねそう、バイトの話になって、なんかでバイトしたことないって話になって、私がないのってなって、私パン屋さんと何々と何々と何々でバイトしたことあるよみたいに言ってて、え、私パン屋さんで働きたかったんですっていう話をしていたはいそういう話をしました。やばい、また画面遅れてる、やばい、これそろそろ切れるんじゃない、やばい、ほら私の画面遅れてる、え、大丈夫そう、あ、治った、やったこちら普通ね。でもね、さっきはね違うの、さっきは私の画面なんか遅れてきたなって思ったらいきなり固まりだして、いきなりアプリ落ちたんですよ。だから、あ、これ前兆予兆何だなって思って、今やばいと横移動が違うそうね、そうなんです。どっちも正解かい。なんだよ。なんだよ。そうなんか。あ、そうだそうだ。じゃあそろそろ終わりにしましょうか。もうお話いっぱいしたので、なんか聞きたいことあったら全然いいですけど、うん、なんかそういうたわいもない話とかできたのはすごい嬉しかったなって思います。まあその最後の最後でしたけど、やばい、また遅れ出した、ゆっくり休んでね。もう今日は本当にゆっくり休みすぎました、はい、普通に話してて感動したまあちょっまあ人してたけど、だって私結構喋れたって思った方が全然喋ってくれないって言ってたから、あ、そうなんだと思って、私の中では結構喋ってたのにと思ってたら、平均的に見たらまだまだだけど、私の中だと喋れてましたっていう話やばい、もうすぐ遅れるじゃん。そう、基準がおかしいらしい。
ももかさんと保育園で絡んだことあまりないんですよ。でも16人バージョンの鉄なの時はあのね、チャイラブで、あのこう目合うところはあったっていう記憶はあるんですけど、でも話はあまりしたことなかったです。そう、でもやっぱりそう今までね、そうセイナさんとサホさんと本当に今まで絡みなかったですけど、一緒に舞台に稽古を通して話せるようになってとかだったなって。リンさんとはもともと話してきてたけど、仲ちょっと深まったんじゃないかなとも思います。うん、そうだね、そうそう、なんかね、ももかさんとね同じポジションなんだよね。私2ポジやってるんだけど、その一つの一つ、そのうちの一つがももかさんと一緒のポジションでした。でもそこのポジションめっちゃ人多いんだよね。人めっちゃっていうか、私で4人目とかだった気がする。5人目 ?4 人目とか、5人いんのか、私含めて。そうめっちゃいるんだよね。でも1月6日一緒に出る予定だったから、そうそう、まあそこのポジションいつか私がやる時が来たら、まあそれはそれでって感じですよね。そう1月6日一番最初はそう桃子さんと一緒に出る予定だったのに、そうなのよね。桃子さん本当にお忙しいので、いや本当にすごいんです、桃子さん。すごい。いろいろなことから積極性を背の短歌すごく感じた。え、どこ詳しくそれ。それ詳しく、私積極性あったかな。絡んであげてください。いやこちらこそ絡んでくださいって感じ。ね、今度はねまた一緒に公園出たいな、ももかさんと。セナタの生誕祭いつできるのかな。セナタの生誕祭できたとしたらどっちのポジションなんだろう。もう全部何もかもが気になっちゃうよね、そういうのってね。毎回出てほしい、毎回出たい。毎回違うポジションでも全然いいし、死ぬ気でやるから、毎回出させてほしい。ね、早く本当にね、コロナが落ち着くことをマジで願います。はい、ただいま。またアプリ落ちました。あ、今また動きが遅れてるって言おうとしたらアプリが落ちたので、また前兆だって思いました。でももう終わります、終わります。30分になるので終わります。あとそう、その写真も載せたいので、なんか今日中に載せないとちょっとさ時代遅れ感あるじゃん。ちょっと今日中にね写真も載せたいと思うので、そう終わります。ありがとうございました。13位きなこ、12位ドラゴン Z、 11位ノリックさん、10位、危ない、9位読もうとした、10位台湾中心さん、9位ヒロチュンさん、8位ケンジロウさん、7位ウルクルクセンブルクさん、6位マサキさん、5位チバメガさん、4位コロタン、3位シンさん、2位ヒロさん、1位
正岡浩二さんです。ありがとうございました。はい、ギフト読みます。マッシュルームチさん、正岡浩二さん、しんさん、コロタン、まさきさん、ヒロさん、くまーん、千葉メガさん、ドラゴン Z、 台湾中心さん、ウルクルクセンブルクさん、ノリックさん、ISZ2271 さん、ケンジロウさん、ヒロチュンさん、ヒロユキリンさん、マイジャパンさんです。ありがとうございました。また明日ね。でも近々カラオケ配信もしたいね、そろそろ。ということで、バイバイ、おやすみなさい、おやすみなさい。